皆さんんごきげんよ先、えー、回ちょっとご紹介しましたけれども、えー、20世紀に入ってですね、まあ、入る直前ですけれどもお今まで皆さんにご紹介をしてきました、えー、仏教再発見のさまざまな、えー、世界、まあ、いわゆるあのウィリアム・ジョーンズから始まるそのインドで消滅した仏教が再び蘇ってくるその世界と 今まで中国の漢文仏教しか知らなかった日本という国が、えー、文明開化開国ですねによって、えー、西洋と初めてこう情報伝達をすることになるまあ情報を一方的に受け入れるんですけども西洋から情報を受け取るというこの動きの中で、えー、日本にそのヨーロッパからの仏教が入ってくるんですね。ですから これはまあ後でまあご紹介しますけれどもご説明しますけれども日本にとっては飛鳥時代以来の2回目の仏教導入ということになるんです。あの中国からではなくてヨーロッパからの不思議ですねインドスリランカネパールなどからヨーロッパへ一旦行った仏教がヨーロッパを経由して日本に入ってくそういう 現象が起こるんですね。で、そのこれからそのお話をいたしますけれども、えー、主人公をまずご紹介しておきましょう。えー、南条文雄博士であります、えー。博士ってわざわざ何弁も言うのは、えー、日本で最初の文学博士です。えー、何人かね、一人じゃないけれども何人か、えー、明治政府によって初めて、えー、承認された。 日本で最初の、まあ、文学博士の一人なのでわざわざこういうあの肩書きをつけてご紹介をしております、えー、南條文雄先生と呼びましょうか、えー、まずは簡単にその一生のおその業績ですねどんな方だったのかということをおまあ、えー、1849年お生まれになりました江戸時代です。 1849年,年,18年ですからまさにあ,のあれですねえー、っとプリンセップから2世代ぐらい後いわゆるリス・デイビッズとほぼ同じぐらいの年,年代だということが分かりますね、えー。そしてお亡くなりになりましたのが1927年昭和2年でありますから大変長生きをなさいまして江戸から昭和にかけて、まあ、まさに 明治を生き抜いたというそういう感じの方でありますねで、えー、まずま仕事の一番大切なお仕事だけあのあックアップしてご紹介をいたしましまう1876年ですからまあ20まあ頃に明治9年です、えー、笠原健あというこれあのまあ同あお友まあ友ですね一緒に勉強していた学友笠原 え先生という方と2人で、えー、船に乗って、えー、イギリスへ渡ります。これはあの本願寺東本願寺の命によってお前たち行けということでね、えー、2人船に乗って、えー、イギリスへ渡ります。えー、っとね私てっきりこれあの希望法を回ってアフリカ経由でおいでになったのかと思ったんですが、えー、ちょうどこの 頃の直前にスウェーズ運河が開通してるんですねなので、えー、まあスエズ運河初,は初乗りみたいな日本人初乗りみたいなもんで、えー、スエズ運河出来たての頃に、えー、そこを経由して地中海からマルセイユに入り、えー、そこから上陸して汽車に乗ってパリロンドンというふうにイギリスへ渡られましたであ、えー、てもなく行きました。 これがすごい英語全くできない、ね、当てがないどこで勉強したらいいかもわからない行ってから見つけましょうということでイギリスへ行ってロンドンでいろんな人に聞き回っているうちにそれならばということで紹介していただいたのがマックス・ミュラー先生でありますあの友人ビルヌフの弟子ですねマックス・ミュラーのところへ行 そしてマックス・ミュラーに温かく迎えてもらってこここで学問を収めます。これが日本人が史上初めてサンスクリット語というインド古代のそのまあ言ってば仏教に一番近い言語を本格的に文法から一から全て学んだ最初の例であります。こうして えー、南条文雄、まだこの頃は博士じゃありません、南条文雄学生さんはですねマックス・ミラーの下で笠原さんと2人で学び、そして、えー、実は残念ながら笠原先生の方はあの体を壊して、えー、先に日本に帰ってこられます。このお話はまたゆっくりとお話ししたいと思うんですけどもね、えー、辛い話があるんですが、えー、一人残った南条文雄 まあ学生さんはですね。南條文裕3話。1884年ですね。およそ8年、足掛け9年、イギリスで勉強し、明治17年帰国なさいましたであの。ちょうどこのね、イギリスにいる間に、先回申し上げましたリス・デイビッツ先生がですね、パーリー聖典教会を設立しています。これが年なので、 ちょうど南條先生が、えー、イギリスで仏教学、うんまあ、いわゆる西洋仕込みの、えー、インド仏教学を勉強しているちょうどその時に、えー、イギリスで、えー、パーリー聖典教会が設立されたつまりこれは何が言いたいかというと仏教学という学問が花開くちょうどそのスタート地点に、えー、南條先生は居合わせたということなんですね。でそのまあ 熱気あふれる仏教という全く新しい宗教世界が西洋でパーッと学問の一つの領域として花開いていくそのただ中にちょうど身を置いたということなんですね。まあ時代の巡り合わせということを感じますね。それで、えー、南條先生はロンドンにおられたあまあオックスフォードですけどオックスフォードにおられた間。 もさまざまな研究をなさいましたし日本に帰られた後もお多くの学問的業績を発表なさいましたでいくつか申し上げます、えー、業績としてね、えー、サンスクリット文つまり漢文ではなくって、えー、インド語そのもので書かれた無料儒教阿弥陀教これは浄土宗とか浄土真宗の方ならもう ピンときますわね自分たちが今読んでいるお経ですからそれの元になったサンスクリット文それから般若信仰のサンスクリット法華経のサンスクリット,リットなどなど日本人にとってもう、えー、切っても切れない仏教の基本転籍の大元のサンスクリット文をまあこれみんなねホジソンなどが見つけて送ってくれたものですそういうものをきちっと正しい、えーまあ、形に 直してねそして誰もが読める形で発表なさってくださいましたこれによって今でも我々はこういうお経の大元をこの南城先生のお仕事をもとにして理解することができますそれから赤文字で書いておりました赤文字は重要という意味ですね、えー、大蔵経南城目録の出版ですこれまたゆっくりお話ししたいと思うんですがこれこそがこれこそが、えー ウィリアム・ジョーンズに始まる、うんまあ、ヨーロッパ系、えー、インド仏教学とそして、えー、古来中国から日本に伝わってきている漢文の仏教学を、うん、ガチッとこう一つにまとめる、うん、なんて言うかすがいの働きをしたのがこの「南條目録」であります。簡単に言いますと 中国のいわゆる漢文仏教世界我々のね。日本古来の仏教世界に伝わっている漢文のお経がありますね。この漢文のお経は西洋のインド語で言うとこれですと、つまりインドの世界にあるイン。いまあ、ホジソンなどが見つけてきますわね。そういう、いろんなたくさんのインド語で書かれた。あのお経がある。でもこれは。 漢文のどのお経なんだということは今までは漢文の世界の人は漢文だけそれからあのプリンセップだとかホジソンなどの西洋の学者たちはあの古代インド語の世界だけでそれぞれ別個に学問をこう積み重ねてきたその間の対応関係このお経はこれなんですというふうにずっとそれを あの関連付けて目録の形にしたこれが南條目録この本が出たことによって漢文の仏教仏教世界と西欧の古代インド語を使った仏教世界が太いパイプでつながったんですまあ言ってみれば全く違う二つの世界を一つにつなぐ一番重要な結節点をこの南條先生があの発表してくださったこれ以降この南城カタログとそう呼ばれるんです。 南條カタログと呼ばれるこの本は、えー、仏教学を学ぶ人間にとってはもう必須の道具として必ずどこにでも置かねば,かねばならないというそういう必須の本になったんですねこれが南條先生が、まあ、世界に誇る業績として発表なさった一番の仕事であります。で、ああの、まあ これで有名になって当然日本に帰ってきた後は、えー、初めて西洋仕込みの仏教学を持ち込んでくださった方そして、えー、サンスクリット語、まあ、当時の人は「梵語と呼んだんですがねこのサンスクリット語を本格的に正しく日本に導入してくださった最初の偉人として大いに、えーまあ、評価され、えー、そしてこれですね明治21年39歳の時に 日本で最初の文学博士の一人として、えーまあ、その称号をいただくあの、えー、もらわれたわけですそしてその後、まあ、いろんなことをなさいました華、まあ、々しく皆さんのために仕事をなさいました最後は後年は今の大谷大学京都にありますね東本願寺系の大学ですけれども浄土真宗この大谷大学の学長として、えー、学問に身を捧げられたと。 いうわけなんです、ね、よろしゅうでますすねこういうい方なんでで南條文雄博士でありますで、えー、先ほどから言っておりますように南條博士が、えー、イギリスへ行ってマックス・ミラーと出会ったその出会った瞬間出会った瞬間というのは日本仏教史という大きな世界の中でも突筆すべき瞬間であったと。 私は思ってるんですこれあんまりねあの日本仏教史の本読んでもそんなこと書いてないあの日本仏教史の中で一番大事な事件は何ですかそれはもう言うまでもなく聖徳太子による仏教の日本への導入そして鑑真和上がおいでになってくださったことによってその聖徳太子の夢がついにかなった。 あの瞬間ですね、これが日本仏教史の中で最大の事件であることはもうこれは言うまでもないことです。私も全くその通りだと思います。じゃあそれと同じくらい重要な事件は何なんだと言った場合ですねそうするとたまあ日本仏教史をやっておられる方だったらねその後の歴史を考えますわね。例えば、 えー、都が奈良から京都に移って平安遷都それによって奈良の仏教が京都の比叡山のあの仏教へと移りそれが元になって鎌倉のさまざまな新仏教というものが民間に広がっていくだから平安遷都による仏教のこの移動これこそが第二の事件だとかねいろいろあるでしょう。 いわゆる檀家制度のという新たな枠組みに組み替えられたために今の仏教があるんですだからこれも聖徳太子と並ぶ大事件の一つだとこれみんな説得力あります私もそうだと思いますただねこの視点は全部日本の国内にとどまっている視点です。つまり中国かから入っってきたた仏教がその後日本ででどううなったんですかという そういう問題設定の中では今言ったような話がみんな大事件なんです。だけどね中国から日本に仏教が入ってくるというその世界を中国もインドももう全部含めて上から見ているとどうなるかというと日本という国に聖徳太子の時に仏教が入ってきました。 新しい形の仏教も出てきました偉いお坊さんも出てきましたいろんな社会制度の中で仏教も転変していきましたそれは分かりますだけどもそれは全世界的な視点で見ると日本の国内で何が起こったかという話ですねで日本の国内で仏教があれこれ動いている間に世界はどうなっていったかというと一番大事な事件は何かと,いうとインドで仏教が滅びたんですそうですね 日本人知りません、そんそなことは。知らない間に仏教はインドで滅びましたそして、えー、中国とそして南の方のスリランカや東南アジアなどの大きく南北2つの地域に生き残りましたそうですねそしてその北の方の中国仏教の影響を常に日本は受け続けていましたしかし南の方のスリランカだとか東南アジアだとかそういったあのた 北の仏教とは全然違う形態の仏教が生き残っていたその仏教と日本とは没交渉でありましたそうですねそうでしょでそれがイスラムの時代もずっとそうでした真ん中のインドの仏教は消滅して何もないそして北と南に全く違う仏教がそれぞれに生き残ってまあ名脈を保っていた。 そしてそこへ、まあ、イギリスが入り込んできて私がこうずっとお話ししてきたように新たにそのスリランカの仏教とかネパールの仏教をベースにして滅びたインド仏教が復活をしてきました。蘇ってきたわけですというふうにまあ言ってみれば化石をもとにして恐竜が蘇るようなもので蘇ってまいりました。 でそのよみがえった仏教はどこへ伝わったかというとみんなヨーロッパへ伝わってるわけですその情報はねどんな仏教があったのかということはみんなヨーロッパの学者がそれをみんな独占しているわけですサンスクリット語で書かれたこんな本がありますパーリ語で書かれたこんな本があります東芝の大芝の歴史書もありますチベット語で書かれた仏教もあります日本人は何も知らない江戸時代の間は江戸時代になるまで 聖徳太子から江戸時代までの間は中国から入った仏教の中で仏教はいろいろ変容してきたわけです。ということはこの,この仏教日本の仏教にとって第二の,あの衝撃は何かといえばもう言うまでもなくこの日本がこちらのヨー,ロッパがヨーロッパ人が見つけ出してきたインド本来の仏教と出会う時これは あの聖徳太子の仏教導入と同じ比率での同じ重さでの、えーまあ、衝撃を持ってるはずなんですね。えー、それはつまり中国からの仏教だけで動いてきた日本世界に全く違う世界からの仏教がドーンと入ってくるその瞬間です。でその瞬間って一体いつなんだとどの瞬間がその瞬間なんだって言って探していくと。 だから言ってる通り日本人がヨーロッパへ出かけていってそのヨーロッパの仏教学と出会う最初の出会った瞬間こそがまさに言ってみれば聖徳太子が仏教を日本に導入したのと同じ重さの,あの重要ポイントだということになるそれは南條文雄博士とそれから笠原健二先生がですねオックスフォードでマックス・ミュラーと出会っているその その瞬間なんですすねよろしくお願いしますかこれはね、まあ、私しか言ってないであの、えー、日本仏教史に二大、えー、シーン重要シーンというのはねあの一つは鑑真和上が東大寺に来て戒律を伝えて、えー、日本に中国の仏教が完全に導入されたあの瞬間そして天平のいらかです。そしてもう一つが マックス・ミューラー先生と南條文雄笠原賢治という2人の弟子が出会って学問をやろうと3人でやっていこうというふうに、まあ、あの志を立てたその瞬間というふうに思うんですねそのように、えー、思います。だからあの、えーっとね、これ普通に、まあ、あのいろんなととこを調べて読むと 南城文雄先生ヨーロッパに行って学問を収め日本に帰ってこられて日本に仏教学を伝えました立派なお仕事でしたってその程度で終わってるんですけども実はそれは日本仏教史の中の2大ポイントとして、えーまあ、取り上げるべき大変なあの出来事だったということを申し上げたいんですね。そそそれれれででが本当にど,どれぐらいいまああ的なもののったかととうことはその 事柄が後々の日本のその後の日本の仏教にどう影響しているかを見ればわかることですよろしいです。それはですね何かというとあの皆さんが私のこの youtube 聞いてなるほどなるほどって言っているその姿が実はこの南城文雄先生の出会いによって生み出された新しいシーンですよよろしいですかもしこれなかったとしたらねヨーロッパからの仏教何もなくていまだに日本が あの中国仏教の,、まああのえー、飛鳥時代からの仏教を受け継いでいたとしたら今の皆さんはどういうことになってるかというと私がね「あのえー、ダンマパダやスッタニパータやこういう古いアゴン教の中に釈迦の本当の教えがあるんです」なんて言ったらね途端に私のこの YouTube 炎上するんですよ。何を言ってんだとそんなもの仏教は大乗仏教に決まってるじゃないかと。 仏教のそんな,あのあのなんていうか、えー、原始的なそんな教えなんてのはお釈迦様の教えのはずがないじゃないかという本本来ののの江戸まままでで仏教がそのまま日本にもあるはずですところが今私がこうやってね古い阿言教の教えというものに釈迦の本当の教えが入ってるんですっていうと多くの人があの、まあ、反対する人もいるけどね <laughs> そらそうですよねっていう。 このそりゃそうですよねというこの意識が芽生えてきたのは南それが次々にあの後あのなんとか代々立派な学者を生み続けて例えばその延長の中に中村め先生とかねそういったいわゆるブッダの教えそのものを亜言教から紹介するという あの先生方が現れてくるわけです。ですからそういった今の今の私たちがま普通に持っている仏教観というものが生み出された大元にこの南城文雄先生とマックスミラーの先生の出会いがあるということなんですよ。だからそれをねあのくれぐれもまあ、念頭においてこれから南条文雄博士の まあいろんな面白い逸話なども含めて、えー、ご紹介をしていこうと思います今日はその出だしということですねじゃあこれでご無礼し,しますごきげんよう